さっきはここ入らんかったな。さっきはもっとね、上の方で入った。入ってますね。今やられてるのがね、陰部と足の裏のね、人事派暴力です。わいせつ人事派暴力です。まあそうか、公安ね、暴力だ。まあ将来必ずがっぽりとね、慰謝料をもらって ね、葬り去ってやりますよ。刑務所なり何なりね、自宅を駆使して、まあ、電話の電源じゃないかな。携帯の電源も切って、まあまあスマートフォンはこれ撮影中なので接続してないので、まあこれは21世紀でなってからね、ハイテク機器ってね、みんなが幸せな生活が送れるようになった中でね、本当に意外だね、人事派ストーカーなんてね、下品なね、低俗なね、野蛮な犯罪がね、出てくるってね、その、ローテクと合わせてやってる連中がね、いるっていう証拠ですね。まあ、私が犯罪被害に遭っている証拠今撮っています。今ね、足の裏、両足の裏とね、わいせつ暴力ですね。下品ですね。こんなやっとる人発覚するけど、何年か何年後かには必ず全部が解明されてね、発覚するけど、その時にはもう、ね、家族もね、恥ずかしがで、世間から被害を綴ってあるからね。で、私ツイッターに自分の家族が、ね、本人だけじゃなくて自分の家族がね、下品な低俗なね、人事派暴力がね、こんなことやってたなんてね、責任知られや、自分だけじゃなくって家族や親、ね、親類にまで迷惑かけて、慰謝料もね請求しますからねだから本人が払われなきゃ、電車の飛び降り飛び込み、ね、自殺と一緒で
家族にね、請求が回ることになるから。ね、これ激しく出てますね。さっき、ここの帯域ね、出てて一回止まって。とりあえずちょっと証拠を取って、まあ出ましたね。これ今も自分今やられてるから出て当たり前ですよね。こう出て波形が激しく出て、今体のすぐそばでやってるから、まあ犯罪被害に遭っている証拠としては十分じゃないですかね。拾いましたね、結構。止まったな。こんな感じで、もうすごいねこれ。ここの帯域か。うわ、すごい出ましたね。一回切って。